新宿のバスタ新宿に来ました。ここに確かね、ブルーボトルのコーヒー屋さんがあるのでそこへ行こうと思います。どこだったかな。階段を降りたところにブルーボトルがありました。ほら、ブルーボトルマークのお店です。3月の23日オープンする京都カフェの案内も出てます。さて今日は何を飲みましょうかねって。何がいいですかね。今日はブレンド、こんにちは。今日のシングルオリジンは何ですか。今日のシングルオリジンはこちらです。3行に書いてあるんですが、一つの名前でブラジル、エクエーブ、ジョアオ、ハミルトンです。はい、カカオの果物で、赤い実の果実、ピーチとかマンゴーとかの味がする、香りがあるコーヒーです、ね、いつもだいたいエチオピアが多いよね。そうですね、はい、今日はね、違うんだね。あ、ブラジルは最近始まりました。そうなんですか。じゃあブラジルをお願いします。で、ワンコーヒーとドレイパー、お召し上がりはマグカップとアミノカップはどちらにしますか。マグカップでお願いします。はい、594円。はい、お願いします。お名前をお伺いしてよろしいですか。はい、藤井と言います。はい、1000円お伝えします。
406円と返してください。はい。ありがとうございます。はい、どうもありがとう。はい。なぜでお待ちのジャン様。はい。Thank you.
はい、どうもありがとう。はい、いただきました。私の今日のブルーボトル今日シングルオリジンで、ブラジルのコーヒーですね、ブラジルのコーヒー、よいしょ。なんかシングルオリジンね。大量のお客さんが来てます。